明日はいよいよフォートナイトの全国大会の予選や。絶対負けんぞ。なんやねん、うるさいな。日本一になるんや。ああ。え、大丈夫？マジで。調子乗るからで。ああ、ほぐっとるかもしれん。え？病院。病院が。そんなに？もうしゃあないな。もう行くで。ほら、行くで、もう。恥ずかしいように思ったもんだ。ただいま。どうやった？もうあかんかった。骨折しとったわ。だからお前、昇竜拳して骨折するとかダサすぎやろ。俺は手がどんな状況でも明日の大会に当てる。何アホなこと言うとん。無理に決まっとやろ。日本中が俺を待ってる。ダサ。先生も1ヶ月はゲーム禁止って言うとったやろ。もう絶対あかん。大会はどうしたいの？知らんわ、そんな。じゃあみんなで何とかして。はぁ？ああ、もうそうじゃない。出世と一緒でスピードが遅すぎるわ。なんやねんこいつ。こんなの日本一どころか町内大会も無理。いや、あ、いつもやってないやんか。できるわけないやろ。次、お母さん。わざとやったもん。ひどくそすぎやろ。わたるの基準で言わんといてよ。できるわけないやろ、こんなん。どうすんねん大会。諦めえよ。ってか大体さ、お母さんたちが代わりに出るの反則やろ。細かいことはええねん。じゃあ次、タケル。俺の実力は大体知っとるや。まあちょっと見せてよ。あの使えへん2人よりかはマシやけど。はぁ？でも、とってもじゃないけど、全国で戦えるレベルではないな。自業自得やで。調子に乗って骨折したんが悪いから。そうや、でも知らんからな。バイバイ。あー、やったね。はあ、やっぱり満身創痍の俺が命を削ってでも戦わなあかんか。ああ、もう全然無理や。もう全然手動かんやん。うん？何でも代行サービス。ゲームでも何でも代わりにやります。マジ？はい。何でも代行サービス。え、代行サービス？誰が呼んだ？あ、俺入ってもらって。どうぞ、こっちです。本日はご利用ありがとうございます。フォートナイトの全国大会とのことですか？もうすぐで全国大会の予選があるんや。絶対に勝ってくれ。かしこまりました。すげえ。お安いご用で。その後も圧倒的な実力を発揮し、代行サービスはなんと優勝してしまったのだった。お前すごすぎるわ。ありがとうございます。どうやったらそんなに強くなれるか教えてよ。ええ、いいですよ。ありがとう。そんなことより、ご家族の皆さんの代行も移行作業が完了したようですよ。え、どういうこと？わざるさん、ファミリープランを選択されましたよね。ああ、なんか初回でお得やったから、ご家族すべての代行をまとめさせていただきました。言っとる意味がわからん。わたる、この人らなんなん？どうにかならんの？ご利用は計画的に。ああ、ほんまに痛い。俺は手が大丈夫だ。どんな状態だろうと明日の大会には出る。いらない。日本中は俺を待っとんや。いらない。俺を待っとんや。もう渡るの。日本人が俺を待っとん。日本中が。全国一位どころか町内大会も。こんなんじゃ日本一どころか町内大会ですら無理やで。こんなん日本一どころじゃなくて、と、こんなん日本一どころじゃなくて、と、町内大会も無理やで。こんなん日本一どころじゃなくて、
こんなどころじゃなくて、どころかい、日本一どころか町内大会も無理やで。これじゃ日本一どころか町内大会もできんで。いや、町内大会はできんね。フォートノイトの全国大会とのことですか。フォートノイトの全国大会とのこと、フォートノイトのフォートノイトの全国大会大会、全国大会、全国大会とのことです。移行作業が完了したようですよ。移行作業が完了した、移行作業が完成した、完了、移行作業が完了したそうですよ。待てよ、ええか、ちょっと待って、え、え、はい、あ、はい、なんでも代行する、あかん、もう一回、もう一回待って、よ、タケルが笑ってもとんね、はい、なんでも代行サービス、ちょっとあかん、え、もう一回、これ、半分がこっちの変なお母さん、こっちの半分が変なお母さん、どっちもいい違う、あの、スノーお母さん、こっちがレンタルお母さん、はい、乗いて みんな笑うてもとるよ、え、この冷蔵庫の前やろ、うん、ここから、いや、おらんとってよ、おらんがいいおったらあかんやろ、よくもいいやろ、映っとる、半分できる、うるせえ、おらんとって邪魔やから、まあまあ、別に動画やで動いてもいいやん、これ、あー、そうじゃあどんなの止まっとるから、分かった分かった、え、ちょ、静かにしてよ、静かにして、え、笑った笑った、え、そっちは笑った、いや、分かった笑った、笑った、いっせーな、はい、え、動画や、動いとくないね、うん、なんじゃない、実世の、はい、笑ったもん , 笑ってもそう、いくよ、一世の、はい、最後まで見てくれてありがとう、他の動画も見てね。